えー、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、僕がちょいちょい最近作ってるジャズの実況中継の用語解説っていうのをやっていきたいと思うんですね。えー まあ演奏してる時に僕が考えてることをこう書いたらですね、非常にこういろいろ質問とかもたくさんあったんで、まあ何やってるかわからないけどとか、拾うって何とかっていう話がありましたんで、今日はこんな内容でやっていきたいと思います。え、まずまず一番よくあった質問が拾うって僕がよく使ってる。拾うって何っていう話とかですね。あと、1.5で行くとか3で行くってどういうことですかとか。あと、コードを僕ら使うんですが、コードってそもそも何なんだっていうことと、まあコードってその、じゃあ書いてあるけど変更したりするのっていう話。 話ですね、あとジャズの構成からアプローチの仕方っていうのはジャズはこうまあ繰り返しの音楽なんですけどその繰り返しをしている時にどういう風に考えてアプローチしているかっていうことなんですね。あとその、えー、構成ジャズの構成っていうのはいくつか構成があるんですがまあ大概この辺の構成になるんじゃないかっていう、えー、構成をお話ししていきたいと思います。それれでででははやってていきまましょうう、ま、ず拾うて何がすすねこれはですねこ えーまあ、相手が出したフレーズをつなげていくことなんですね。で相手が何かフレーズ出した時にそれをまあ要は出す方も相手に歌は誰かに歌ってほしいからこう問いかけみたいなことをしてくるんですよ。そうするとそれに対して知識があったらそれを返したりとかまあフィールで感じてそのまま返すこともあります。 で、まあ、相手のフレーズを使って、要は相手が何かフレーズを弾いたことを、それを自分が同じことを繰り返して、自分の違うフレーズを作ってやっていくっていうことですね。要は、こう、相手のフレーズにあからさまにこうやってくっつけていく場合と、全然違うけど、こっちは相手の使ったここのフレーズを使って、え別、自分なりにこう、えメロディを作っていくっていうことですね。要は、まあ、相手のフレーズを、こう、が来たときに、自分がこうやって繋げるのもそうなんですけど、要は3人3人4でこうやって歌ってるわけです。で それがずっとただバラバラにやってるんじゃなくて相手のフレーズが来たらそれを取ることによってこうその関係性っていうのがあるというかでそれが進行方向を予測ししながら遠征をしていくんですね。相手のフレーズが多分こう来るんじゃないかって思って自分が手前にアプローチするとそれを相手が察知して「うんやっぱそっちに行こう」とか「俺は違うとこ行くよ」って言って透かしたりして遊んでるわけですね。 定番のフレーズっていうのが必ずあるんですね。で、これを覚えてるか覚えてないかで、だいぶそのアプローチは違っていきます。一番有名なのがですね。これですね、えっ、ー、と、カウントベーシーっていうピアニストであり、アレンジャーであり、まあビッグバンドのリーダーであるんですが、彼が、えー、作ったフレーズなんですね。彼のがピアノで一番最後のアドリブやった最後のとこに、ドソソソラソってやると、ベースがシードってこと。 低い音で答える。これがあまりにもこう可愛らしくていろんな人が使い始めたんですがそうするとこれがコールになるっていうのが来たら誰かがで答えるか答えてるんだけど普通のタイミングとは違ったりとかとかやるとまあ似合ってするじゃないですかあとは音程を変える。 これも一つの方法じゃないですか。要は、ドソソラソっていうコールがあった時にシードって答えるっていうのを知っていると相手に対して自分がそのフレーズをこう拾うことができるということですね。だただ、例えば、そしたら、こう、これも拾うでしょ。 相手のフレーズに対して答えを言うんで,ではなくて、相手のフレーズをそのまま繰り返すっていうのも、これも拾うになるわけですね。こういうフレーズをこう拾い合って、で、フレーズっていうのは必ずどっかで終わるので、終わるフレーズにこう向かっていくって感じなんですね。それをみんなで予測し合いながらやってるってことなんですね。要は、ただただデタラメにやってるんではなくて、ちゃんとメロディーが美しく繋がるために、こっちが えー、この曲に対してこういうふうに思うっていう発想をしたところに対して誰かがキャッチしてそれをこっちに持ってったりみたいな。まあ、演奏してるときに要はマリオカートって書いてくれる方がいっぱいいるんですがまさにそうなんですよ。なんかラグビーやってるみたいな、こうポーンって投げてこっちがこうやって走ってきてみたいな。で、こう上まい演奏家ってそうなんですけど同じところのフレーズに要はサッカーでもボールのところにブワーって集まるサッカーチームって強くないでしょ。要はこうボールがここにこうゴール前にあったら もう11人全部そこ、まあ、キーパー、ピーキーパーの図で10人全部そこにいるみたいな。そしたらボールをポンって抜けたらもう終わりじゃないですか。だからこう、相手が言ったフレーズに対して誰かが答え始めたら自分は違うところで待ってたりするわけですね。だからそういうふうにこう、こう、かいくぐっていって自分のファインプレイを決めていくみたいなところがあるんですね。ただし、これ前にも言ったんですけど、これを全くしないジャズもあるんですね。要は、 全くもって相手がコールもしないし、こっちもキャッチもしないし、相手のフレーズも全然受け答えないんだけど、3人が3用、全然違うことやってるんだけど、すごく美しいっていうのが、これがもう最上級って言えば最上級ですね。まあ、クールジャズなんか比較的そういう風になりがちなんですけど、まあいわゆる絵画でいうところの具体的なものを書かなくなっていくってことですね。その方が、まあ絵画もそうですけど、まあピカソもそうじゃないですか。 具体的なものじゃない方が高くなっていくんです値段がね要はまあ難しいわけですそれであすごいって思わせるのはすごい具体的なものを書いてるっていうのは綺麗に書いてあったらあこれ綺麗だなって思うわけじゃないですかところが何かわからないけど要は心の中の何かをえぐられるみたいな気持ちになるみたいな音楽もそうでこういう コールレスポンスをパッ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 ってやってるっていうのは楽しい感じは出るんですけど心にグッて染みる感じにはならない。だから僕らもあの僕が上げてるやつは比較的こういう楽しいのを上げてるんですけどこういうのって説明しやすいから上げてるわけで自分たちが演奏してる全部こういう風うなわけじゃないです。むしろどちらかというとこう,こういうコールレスポンスが分かりにくい感じの演奏するのが僕らが好きだったりします。でもこういうもうあのー なんですかボール投げみたいな演奏は非常に楽しいんで、まあ、こういうのはやっぱり曲の中であのライブの中のワンステージの中に一曲二曲やっぱあったりするんですね。 なのでそういうのから中心にやっていって、まあ、あのいずれそういう,こうコールレスポスしてないけどここ面白いよねとかっていう実況中継ができればいいなと思ってますが、まあ、拾うっていうのはまあこういったことですね、まあ、定番のフレーズがあって定番のフレーズを変形させたり違う場所から始めたりするということですね、まあ、理解していただけたいでしょうかじゃあ次行きましょう 1.5とか3でいくって何ってか、あ、俺1.5でいくわとか3でいくわって僕は書いたりしてたりとか、ベースが2.5でいくわって書いてたりとかするやつを僕は作ってますけど、4拍子に対してずれていくフレーズを使用するってことなんですね。要はずっと全員が同じ4拍子で走ってるんじゃなくて、3拍子でこうずれてって、要は立体的な演奏をしようと思うと、ずっと4の呪縛から、 外れないように。まあ、んでいなきゃいけないんですけど、4拍子、まあ、ほとんどの曲が4拍子なので、4拍子から、こう、こっちが3拍子に出てって、4拍子の、こう、ここにぶつけるみたいなことをするんですね。ちょっとわかりにくいかもしれないです。後でちゃんと説明するんですね。よく使うのが3とか5ですね。これを使用すると、おおらかに歌えるし、えー、ズレが気持ちよくなるわけですね。これをわかるようになると面白いです。で、ただし、 四拍子の上で三拍子をやったからといって、三のサイドで見てしまうと、訳が分からなくなってしまう。これちょっとちゃんと説明しますね。まあこれ、一二三四一二三四一二三四というふうにあった。で、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのがあったとして、この黄色が三拍子なんですね。そう、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンみたいなね。だから、一小節目は一と四を叩く。 ワン、ツー、スリー、ホー。ワン、ツー、スリー、ホー。ワン。この歌を覚える。僕ら練習の仕方はね。次はここから始めると、ワン、ツー、スリー、ホー。ワン、ツー、スリー、ホー。ワン、ツー、スリー。で、最後は、ワン、ツー、スリー、ホー。ワン、ツー、スリー、ホー。これを順番にやると、ワン、ツー、スリー、ホー。ワン、ツー、スリー、ホー。ワン。 ワンツースリーフォー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 ポンってやるとなんかこう違うこうこっちと違うこうループがこう出てきて最後ヒュッてたどり着くみたいなこれがすごい気持ちがいいというかね ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーってやると、4どこみたいな感じなので、必ず4サイドから、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、みたいな感じで演奏するわけですよ。そうするとフレーズをそうやって、さバラバラバ、ダバラ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 バダンみたいな感じで、相手のフレーズにぶつけることができるわけですね。だから相手がここに行くだろうと思ったら、自分はここから3で外れてって、 そこに目指して3でやで、ちょっとずれたら、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、みたいな。もう無理やりずらす。みたいな感じで、途中でフレーズをずらして、ポンって無理やり着地することもあるんですけど、そういうやり方をします。なので、3で考えて1.5っていうのは、この半分になるので、ここね。これ、えっと、ワン、ツー、スリーを、この、この間に入ります。 だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、みたいな。ぴったり合うでしょこういうことを4サイドで見れるようにたくさん練習しておくんですね。5拍子だったら、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、みたいな。こういうのを僕ら覚えてるんです。たくさん。だからフレージングをそこに、そこにこう使える音列をはめ込んで作っていくと、あ、こっち5で飛んでるなーって思ったら、5で合わせて、 あげたりすることも5の方に寄っていくこともあれば俺は読んでいくよとか俺逆に3で行くわバイバイみたいな後でねみたいな感じですねだから同じ道沿いをずっと3人がこうやってずっと歩いていくとこうなんていうかつまんなくなる買い物行くと男と人と女の人全然違うじゃん見るものに知らないじゃないだからそのずーっと一緒にいると女の人でこの服道この服道って男の人がなんだこう ああしんどくなってきてあの帰りたいなって思ってしまうんじゃなくて、えー、なんか電化製品見てきたらとか電化製品見に行くねみたいなでこっちちょっと服見てるからで子供たちゲームセンター行ってるみたいなそしたら12時になったらちゃんと下のフードコートで会おうねみたいな感じなんですよ。まあ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 、まあ、僕が僕の説明するとねこういう言い方なんですよね。 だからこういうことをこう音楽でやろうと思うと待ち合わせするみたいな感じですね。相手のサイドをこう横目で見ながら、あ、ここ走ってるなと思ってポンってつみたいな。こういう練習をして演奏をしてるわけですね。でたらめやってるわけじゃないですよ。ハーモニー、コードっていうのはありまして、こうアドリブっていうのはこうメロディの部分のハーモニーを取り出して、で、そのハーモニーの組み替えを変えていくわけですよ。 そしたらドミソっていう,、えー、こう C はドミソなんですね。C って書いてあったらドミソのハーモニーです。そしたら、えー、っと、えー、っと、ミソド、ミソドでも同じハーモニーとして考えるんですね。ソーミードでも、ソーミーこれも同じハーモニーとして考えるわけなので、まあ、雰囲気違って聞こえるじゃないですか。ってことは、これを使ってもうまくはまるんですよ。例えばドミソの音だったら、こうドミソに対してり 例えば、ナインスっていう音を当てると、こういう、これカーペンターみたいな、こう、おしゃれなサウンドになるわけだし、相手がドミソを弾くってなったら、自分がナインスって音を作ったら、こういうサウンドになるっていうのを覚えてるわけですね。そしたら、アドリブでも、こ相手の背後に対して自分がこの音を使えると、この雰囲気になるみたいな感じで、覚えて、 で、メロディーを作り直していくわけですよ。で、最初はメロディーをずっと繰り返してるだけなんだけど、だん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 繰り返してるとつまんなくなってくるから、違う音を入れたりとか、えー、メロディーをどんどんどん変えていくって、こっからだと始まったんですね。で、その、もう完全にメロディーを新しく、メロディーを一回演奏したらそのメロディーをどん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 他の人が作っていくわけです、ね。で、最初は僕らがやってる時は、こう、音をこう。 要は少なめに演奏して、だんだん音増やしていって盛り上げていくみたいな感じなんですね。ずーっとこういう風うでも面白くないから、一旦グッて下げたりとか、っていうことをやりながら演奏してるわけですよ。C マイナーって言うと、ドミソの、この、このド。こう、ドミソに対して、こうマイナーなんですね。でも、使う場所によって違うんですよ。だから、これメジャーなんですけど、これ楽しく聞かれるけど、これマイナーなんですね。だからここを主体に考えると、 こうね。だから、こう、構成音としては、これ結構僕もよく間違えてたんですけど、マイナーって絶対マイナーに聞こえると思うんですけど、頭になってる、こう、この、ドミソーの音でしょこれに対して、こう、楽しく聞こえるでしょそしたら、この、このドミが鳴ってる上で、これで楽しい音じゃないですか。でも、ここ、これ、レを、レから始める、レファラーだったんですが、レファ これ、レのメジャーを聴いた後に、こうやってやるとマイナーに聞こえる。つまり、こう、同じ構成音でも場所によって違って聞こえるんですよ。これをみんな覚えてるわけですね。こういう性質を、僕らだから音楽家っていうのは、こういう,こう音の遊びをいっぱい覚えてるわけですね。だからドミソーだったら、この音は、この音に行きたくなるっていう、こうね、まあ、あの、まあ、教会音楽で使われる こういう音なんですけど、こういうのを、こう、こう性質、この音が出ると、ここの音に行きたくなるとか、そういう性質をいっぱい使ってるわけですよ。で、こういうのをコードと言います。そうすると、 コードの構成音っていうのは上下入れ替えてもいいし、このコードに対してどういう風に感じるかっていう相当をいっぱい覚えてる。この音を使うと濁るとか、この音を使うとすごく馴染むとか、この音を使うとすごくこう、こういうこうテンションが上がった雰囲気になるとか、そういった音を僕らはこう数字で覚えてるわけですね。そうするとこの、どん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 入れ替わっていく中で、それを考えながら音の音熱を組んでいくわけですよ。こういうのをコードと言います。 でもコードの流れはさっきのリズムの流れと一緒で、コード進行っていうのはさっきのなーらーってこう、この音が鳴ったらこっちに行きたくなる。だけど、手前にコード、違うコードを挟んだりとか、要はここに着地したいと思ったら違う流れのコード進行でも一瞬合うわけですよ。そうすると、だから音楽の流れも到達時点を推測しながら演奏してるわけなんで、こういう風に演奏していくわけですね。で、えー、フレーズで、 相手でやりたいことを予測して行動を変えることもある。特に人数が少なければね。こう大人数だとそれがあまりできなくなる。だって全員にここ行くよって周知したら、もし20人いたら、急に道を変えるとみんな迷子になっちゃうじゃないですか。だけど3人だったらできるでしょまあ、旅行行く時の感じですよ。例えば20人で旅行行って、じゃあああそこに行くねって言ってたのに、急に1人がここに行こうねってリーダーが言い出したら、 もう、あの、このバス乗るねって言った時にバス乗れなかったりする。そういうイメージですね。ところが3人だったら、あ、このバス乗ろうよねって言って、あっち行こうって言ってふうに言うと、みんながついてくるわけですよ。それを察知できるのは人数が少なければ少ないほど行動を自由に変えることができるわけなんですね。だからなんでビッグバンドって結構こう、決めも多くて、聞きやすい音楽だし、みんなそのビッグバンドやってて、コンボっていうのは何やってるかよくわからないっていう、これも、やっぱりあの、 ご連絡いただいたんですけど、そう、もう僕もわかります。僕もそうだったんで。だけど、これの何が面白いかっていうと、人数が少ないと自由自在に遊びまくれるわけですよ。勝手に行動を変えることが。 ものすごくできる。人数が少なければ少ないほど自由に変えることができるってことですね。だから途中で出てるけど、相手がギターがこうやって弾いてるから僕はこっちのコードに行こうかなっていうふうに書いてある実況中継があると思うんですけど、そういうふうに考えて演奏してます。で僕はそういうのをチラ見しながら、ああ、そこでハーモニー変えたからこ,うここに行きたいんだなとか、そういうことを考えて僕は違うフィルインを入れたりとかしてます。ということなんですね。だからコード進行ってのすごく大事ですねで。覚えておきましょう。 じゃあ、ジャズは、えー、先ほども言いましたが、メロディーの繰り返しっていうので、構成をどういう風に作っていくかってことですね。まあ、例えば、この一番よくある AABA という構成ですね。一つのメロディーがあって、もう一回繰り返して、違うメロディーが来て、もう一回メロディーが、最初のメロディーが来る。これ、起承転結になってるわけですね。こういう風にすると相手の心に残りやすいので、こういった感じのメロディー構成の曲がすごく多いです。で、この最初にメロディーをやった後に、あとずっとそのメロディーを変形してアドリブし始めるわけじゃないですか。そうすると、 僕は大体こうここの真ん中でちょうど B のところでちょっとこう2つに大きく分けてですね要はここの A から B に行くっていうのはメロディーが変わるつまりハーモニーのキーが変わったりするので大きなムーブメントが起こるわけですよそこで雰囲気を変えてあげようかなだから音の圧力をそこで変えたりとか叩く場所を変えたりとかするのを狙ってるわけですねでもちろんこの A から A に同じメロディーから同じメロディーにつながるんだけどこう コーラスが変わるときっていうのはすごくリズム的にもちょうどこう、えー、16の4回目っていうのは人間って強く感じるんですね。ここでガンっていう動きもあるんですよ。だから大きなムーブメントを起こすときはここかここなんですね。だからドラムのアドリブに移るときっていうのは普通はコーラスの頭で移るんですね。だからこう、えー ギターがアドリブやってて次ベースが変わるときは次のコーラスの頭でか。B で変わったりするのはよっぽどじゃないとしないんですね。まあただ、こうマイルスっていうのはものすごいこれをたくさんするんですね。普通は頭で変わるのに、頭で変えたくないから違うところで変形するんですよ。そのものすごく面白いアニメがいっぱいあるんで、またこの楽曲解説していきたいと思うんですけど、つまりこう、こう、 演奏してる時にこうしてこうしてこうして、あ、アドリブ終わるかなーって僕が書いたりしてるときっていうのは大体こう B が終わる頃、ここでこの音の圧力、サックスが吹いてる音の圧力を感じて、あ、もうワンコーラス行くねーみたいな。要はなんでかっていうと、こうアウトって言って、こうコード進行にはまりに行くい音をいっぱい入れてると終わった感じがしないんで、こうだん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 コード進行にはまる音に変えてくると、この辺で変えてきてたら、あ、 もう終わりたいんだなとか、メロディーを吹き始めるとメロディーの引用し始めるとそうするとあ終わった感じがするのでここで次の人の何か 次の人のアドリブに移るんだなとかっていうふうに考えます。ここのタイミングでドラマはパンって抜けてもいいし、ドラマはパッてブラシに持ち替えてもいいし、えー、ものすごく盛り上げて、どん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 ってやってしばらく盛り上げても構わないし、みたいな。こういうこう選択肢がいっぱいあるわけですね。だ選択肢っていうのは、こう、ものすごくこうタイミング、木を見て演奏してるんですね。これはすごい大事なんですね。だからその、例えばみんなでご飯食べてるときに、ご飯食べてる途中にカラオケ行くカラオケカラオケ,う,ラオケう,うるせえなと思うんですけど、 ご飯を食べてみんなで飲み始めて終わって次どこ行くって言ったタイミングでカラオケ行こうって言ったらみんなビャーってついてきたりするんで俺も行きたい行きたいってなるわけでしょ要はタイミングが大事なわけですよ。だからそのここではムーブメントが起こらないところで、まあ、みまあみんなこうあだこだするんではなくてあ僕が見てる時ってあの見てもらうとチラッて見てるんですけどもう音だけで感じる時もあればえー、どっちかなと思うとみんなでチラッチラッて見るんですね。そうすると顔で 顔とか雰囲気とかで分かるみたいな。こっちをチラッて見たりすると、あ、終わるのね、とか、えー、見ないけど、フレーズを分かりやすくしてくれたりとかね。で、顔色とかで見たりとかして判断してます。なので、こういう繰り返しですね。だから、こう、A から B に行くとか、なんか、B が終わった A からここの A が3個繋がるわけじゃないですか。ここの3個はもう、普通だったらここで変えるんだけど、ここの3個繋げちゃおうかな、とか。 えー、このンコーラスは静かにして通過す2コース目は、まあ、もうちょっと静かにしようか。じゃあ3コース目に爆発しようかって思ったら、ここら辺でパワーを貯めるんですね。音楽のこう音色のパワーを貯めていくわけですね。そうすると、もうこう、次に行かざるを得ないみたいな、次の展開に行かざるを得ないみたいなカードを出すってことですね。要はまあ、本当にあの、つなげる、拾うとかもそうですけど、こう、 カードゲームと一緒なんですよ。もう大富豪とかと一緒で、次こう繋げるみたいな。手札がだんだんなくなってくると、要は自分のオーキャブレが少ないと、手札がどん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 すぐなくなっちゃうわけですね。で、最初に大きな手札を使っちゃうと、この先展開できないので、最初は我慢するわけですね。だから、持ってるけど出さないみたいな。そういうのは僕はすごくよくやります。だから、もうちょっと我慢しよう。もうちょっと我慢しよう。要は、我慢してないと、 こうみんなが盛り上がり始めた時に自分が先盛り上がってもう上げる余地がなくなってしまうんですね。でもう使うフレーズもなくなってくるし、だからこうカードを持ってる感じですね。 よくある構成です。AABA A, A っていうのは今、えー、お話ししましたが、まあ、有名な曲だと、テクジエイトレンとかですね、AABA ソフトリアーズ・インナーモーニングとか、えー、この間実況を中継で使ってた曲ですね、Fat、えー、It's This Thing Cold Love とか、そういったものが、えー、この AABA A, A 構成になります。で、ABAB A, b とかは、例えば、まあ、b ッ t Not フ o m e ーとか、まあ、まあ、有名な曲が、えー、You'll Be So Nice to Come Home To とか、えー、ここの えー、B の最後の B の2回目の最後はちょっと変形するので B' みたいな感じになることは多いんですが、同じメロディを、えーを A, B, A, B と繰り返すということですね。まあ、クラシックで言うと A, A, B, A がまあ、そなた形式みたいな感じ。A, B, A, B はカノン形式みたいな感じに聞こえるかなと思いますね。A, B, A, C もまあ、カノン形式ですけど、最後のところはもうメロディーが変わるということですね。これ有名なのは枯レ葉とか、えー、まあそうですね、ムーンリバーなんかは A, B, A, C みたいな形式になっています。 あと一番よく使うのがブルースってやつですね。これ ABC で分けましたが、4小節4小節というよりかは12小節で一塊って僕らは考えます。でブルースの構成も曲がすごく多いんですけど、古い曲はリズムブルースなんかの曲もみんなそうですし、例えばあの、ロックンロールって言われるプレスリーの曲なんかほぼほぼ全部この、 えー、ブルースですねハウンドドッグなんかもそうですね、えー、ブルース構成になってますビートルズの初期の頃の、えー、曲構成もほとんど全部ブルースですね要はずっと12小節を繰り返ししてリズミックに歌うみたいな形がこれがブルースですねブルースを楽しくやるっていうのがものすごくこう普及させたのがカウントベーシーになりますね ま、ああの、週一回ペースで、この、こういう楽曲解説というか、楽曲解説と、あとこの実況中継で僕はちょっと取りためたやつをちょっとずつ僕の心の中を書いていきたいと思いますが、全員のもの一個作りましたけど、これあの、今やってるメンバーすごくもう楽しかったね、もう一遍やりたいって言ってくれてるんですが、ま、ああの、編集が結構大変な、3人の声をやるとね、大変なのと、え、ま、こういうのをやるのが好きなミュージシャンっていうのが、まあ、あんまりいなかったりとか、え、こういうのをあの、 音楽じゃねえみたいな感じで言う人もいらっしゃるんで、まあ、あの、まあ、ぼちぼちやっていきます。えー、楽曲を理解するとさらに面白くなると思いますんで、このようにね、えー、知らなかったこともいっぱいあると思いますんで、こういうふうに知識があると楽しめる音楽なんですよ、ジャズって。それを、だからこう、だからものすごく考えてるんですよ、皆さん。適当にやってんだよねって言われてたら、適当じゃないですよ。ものすごい頭、もう、本当にこう、もう、ミュージシャンってね、 あの演奏してない時ちょっとアホでしょ僕もそうなんですけどずっと言われたらしいんですけどあのー、集中力使いすぎるんですよ演奏中に演奏中って歌ってるだけでしょっていうふうに言う,言う人もいるんですけど、えー、皆さんしゃべる時って喋ってる内容のことだけ考えてますかんなことないですよね口の下を「あ」にしようとか「い」にしようとかそんなこと考えてないですねだから演奏する時ってそれがもう フレーズで頭にパッて浮かぶと口が勝手に動くみたいな感じで、えー、頭に音が浮かぶと体が勝手に動くまで僕らは演奏するんです。他ごと考えてるでしょ。要は、あ、こうやってちょっともうちょっとこうやって説得しようかなとか、あ、断られちゃった。だからもうちょっと、じゃあしばらくこういう風にして、こういう風にして、えー、もう一回ちょっとあの、聞いてみようかなとか、ああ、こう、こう、こういう風になっちゃったか、みたいなのはやっぱ考えるじゃないですか。要は 相手を操作するじゃないですけど相手に対して自分の思ってるように喋ってほしいとか同じように楽しい要はあの人はこの人はここが好きだから多分ここをここをついていくと会話が楽しくなるんじゃないかとか考えてますよね。でそこの部分を考えてます。だから僕らはもうその細かいフレーズを微調整してるのはものすごいいっぱいあるんでそこはもう書ききれないんで、えー、書いてないですが。あのー こういう、えー、楽曲をこう勉強していくと、さらにこう面白くなると思うんですね。なので、えー、っとこう歌を歌ってるだけじゃないのっていうふうに言っていただきましたけど、まあ、歌も歌いながら他のことを考えてるその。歌のことは細かくは書いてないですけど、歌を歌いながら他のことを考えてる、多分こういう、こういうことを考えながら僕はやってるんだっていうところだけを書いてます。だから他の細かいテクニック、ここの こういうふうに感じてこういうふうにやってるっていうのは多分ね思考にはあんまもう入ってこないですね。 会話の時もそうじゃないですか。いくつか頭の中に言葉が浮かんで、その中で、こう、チョイスしながらやっていきませんかそれと一緒です。音楽も、こう、頭の中で実際にこう、鳴るんですよ、フレーズが。で、いくつか鳴ってる中で、どれを使おうかな、みたいな、カードを使うみたいな感じで演奏してます。だから、ほんとに頭フル回転で演奏してるんで、え他ことなんかをほとんど考えてられないですね。まあ、たまに考えますけどね、パッと見て、あ、この子可愛いなとかさ。やっぱ考え、考えますよ。それも考えます。それも書きましょうか、今度ね。あの、前の女の子タイプだなとか、えー 考えたりしますけどでもまあほとんど、うん、演奏してるときは僕結構目をつぶるんですけど僕比較的音がこうあの絵に線に見えるんですね目,目をつぶってるとあ相手がこう来るなこう来るなとかそうするとあ3でいってるから多分ここでぶつかるなとかでこう目開けるってやるとこう目の情報も入ってくるんですけど目をつぶった方が僕は音がこうラインに見えるんでだからこう僕は結構演奏中にあんまり やってる人いないなと思うんですけど音のそのライドのレガートの音ってずっとここで鳴ってると思うんですけどこれって操作できるんですよこっちで鳴った感じにしたりこっちで鳴ったら鳴った感じにしたりとかこれ練習でできるんですねで僕はすごいずっとそういうのを意識してるんでライドがこうきてスニアがこうきてバスドラがこうきて大体こうなんですけどスニアをこの辺に上げたりとかライドをこの辺に上げたりとかピアノとかの音像に対して自分がこの音像に対してちょうどいい 位置関係を取るために目をつぶってるところが結構多いんですね。なので、えー、そういうこう、音っていうのは線とかフレーズで考えているので、その、よくこう、最初に勉強するとコード進行で使える音のスケールって考えて、こう、縦で考える人がいるんですけど、音楽って横に流れてるんで、もちろんこれも追いながら横に考えるんですよ。要は。めちゃくちゃ難しいんで、その練習を組んで何回も何回もすごくするってことですね。だから、会話とすごく似てるんで、英会話を習うのと一緒ですよ。 だから、えー、適当に「ほにゃおにゃおにゃお,やおやって言っていてもつ伝わらないでしょ。<laughs> 今日はそんなことをジャズでやってるわけじゃないんですよ。ちゃんとルールがあってちゃんとこう、あのー、いろんなルールがある中でその,その意味がわからないけどここ,こ,こでこの言葉を使ったことによって人が急にこう感動し泣きだすとかそういうのがすごくあるんですよ。音楽もそうなんですよ。だから理論だけで説明できないけどこの音をここで使った時に理論的には絶対変なんだけど。 なんかその音で皆が泣き出したとか、そういうのって絶対あるんですね。そういうところに到達するために、こう、構築していくわけですよ。こう、ものが構築していくからそこに手が届くって僕はイメージだと思ってるんですね。で、ここの構築がないゼロのところでポン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 ってやっても上に上がっていかないんですよ。こう来て、こう来て、こう来て、こう来て積み重ねてるから高いところに手が届くっていうイメージなんですね。演奏中にガーって高いところに手が届くと、もうしばらくもうね、なんもいらんすね。もうずっとよだれたらしてますね。 っていう感じですね。で、なので、楽曲は、えー、わかりやすい楽曲から紹介していきますが、えー、ちょっと、えー、難しい楽曲も紹介して、それはあの、前半にちょっと楽曲解説をしてからやっていきますが、難しい曲って何かっていうと、イレギュラーなんですよ。普通だったらここにあるようなものが、イレギュラー。そういうハードルがいっぱいこうい、置かれてる。ただ直線走るだけじゃなくて、ハードルがいっぱい置かれてるので、要はマリオカードのステージが違うって感じですね。そんな感じで思っていただければいいですね。だからヘアピンカーブがいっぱいあるとかね。 そういういことですね。要はまっすぐの道でこうみんなでぴょんぴょんぴょんってやるのは簡単でしょだけどこうヘアピンカーブがあった中でこうやってやるとぶつかったりするでしょだからそうぶつからないようにするためにはって考えるとが難しい楽曲って何かっていうのはこういう,こうヘアピンカーブがあったりとかハーモニーのつながりが難しかったりとかですねっていう風になってるわけですね。 定番のコールレスポンスを覚えるとさらに楽しめるかもってこと。これはもう楽曲解説いっぱいやってます。こういう風うに来たら僕らはこうやって合わせるよみたいなのをたくさんやっていくんで、こんな感じでですね、まあ実況中継で面白いなと思っていただいた方はですね、こうやって僕のが、この実況中継を楽しめるための、えー、こう、 解説の楽曲解説でやってるので、その辺もバラ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 見てもらってな、もらってから、もう一回実況中継を見てもらうと、また聴き方が変わっていくと思うんですね。ジャズってそういう風なんですよ。だから、分かってくると、急に名板になるわけですね。名板って言われなかったけど、全然つまんねえやと思ってたものがですね。 二三年寝かせて自分の知識が上がった時にポンって聞いたらもう涙が止まらないみたいなもう背筋が寒くなるみたいなそういう楽曲なんですよだからこうポピュラーとはちょっと違いますねポピュラーはもうどうしてもパッと入ってきてメロディーがもういきなり心に響いてきてメロディーと歌詞が心に響いてくるっていう音楽じゃないですかジャズっていうのはちょっとそこが違いますねだからこう見方が分かった瞬間に急に立体的になって こう感動してていいいくっていうそういうそういう音楽なんですよなので、難しいっちゃ難しいんですけど、聴、えー、き方っていうのもあるんですね。だから、ここら辺の聴き方を捉えていただければ、ぜひぜひ楽しんでいただけると思うので、こう僕はもうジャズにやっぱ魅了されてから、やっぱポピュラーをやってたんですけど、もう、えー、もうジャズの虜になってしまう。そういう、よく聴くでしょ。なんで虜になるかっていうと、深いんですよ。ものすごくね。 感動するポイントがポップスなんかとちょっと違うんですね。それが分かった時には名盤って言われてたものがもう全部あなたの心を震わせる。そういう、要は聞,聞く、ジャズが聞けるとかクラシックが聞けるっていうのは多分財産だと思うんですね。そのポピュラーっていうのはパッて聞いて好きか嫌いかじゃけどそのジャズってそうじゃないんですよ。 要は、聞きが、自分のアンテナが変わると、すごい感動度が変わっていくんで、それはもう歴史を勉強したりとか、こういう音遣いができるようになったとか、そういうところからもう感動していくの。だから僕は歴史小説、なかなか上がらないんですけど、フリックリスが。だけど、やり続けてるのは、いずれ誰かが、この、辿った時に何か感動してくれるのではないかなと思って、えー、作っております。というわけでございました。なので、えー、 こういうところを勉強してもらって実況中継を解説してやってもらうと多分皆さんの財産などそして他の演奏を聴いた時にそういう風に聴けるようになるともうジャズが好きで好きでたまらなくなるのではないかなという風に思って、えー、解説しておりますので是非、えー、頑張って聴いてください。それでは今日は最後まで長かったですがごご視聴ありがとうございまました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討をください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした